本当の日本人ですよ。今の日本人の若い人よりも私は日本人。僕は涙を流しながら、先生、私必ず成功します、どんなことがあっても成功してみせます。この原始名がなかったら台湾ないんですよ。絶対忘れていかん、自分は原住民だよっていうことを。日本人に捨てられて、確かに僕たちは血統的にはね違うけど、国を思う、国を守る、その心というのは同じことでしょ。桐生市寿工学校第37回卒業生の同期会を開催いたします。港に生まれし我ら15歳、15歳も初めて、今まで仕事ね休んだことない、休んだら苦しいよ。お互いに頑張っていこう。台湾人のね悔しさと懐かしさと、もう本当にねもう解けないその数学なんですよ。